7月23日、ナンバーアンダーバーアイ、平野翔がバラエティ番組、3People ーーはミニット、日本テレビ系、で MC を務めた。東部、移籍後、初めての地上派バラエティ番組出演となった。写真あり、ダサすぎると物議を醸したナンバーアンダーバーアイのジャケ写。3人以内1分以内、というルールの下、参加者が歌やダンス。 マジックなど様々なパフォーマンスを披露する特別番組でした。平野さんと渡辺直美さんが MC を務め、初タッグも話題になりましたね。スポーツ指揮者、久しぶりに平野がバラエティ番組に復活したことを喜ぶファンも多い。一方で、X では批判も見受けられる。ドラマや CM やバラエティやってたら世界進出の夢が叶わないと言ってやめたんじゃなかった。 結局はタッキーのところに行くための言い訳。そういえば、騎士と国民的彼氏はなぜバラエティ番組に出ないの三人で一つなんだから仲間外れにしないで、平野ばっかり個人仕事 WW ムンベリの各細部。騎士ユータ、神宮寺ユータと共にナンバーアンダーバーアイとしてではなく、平野単独でバラエティ番組の MC を務めたことに疑問を抱く人が多い様子。2024年。 平野はサントリーや無ヒなどの CM に出演したり、ルイ・ヴィトンとパートナーシップ契約を結ぶなど、ソロでも仕事が途切れない。一方で、騎士と神宮寺には、ソロで目立った仕事がないのが現状だ。芸能プロ関係者は、グループの活動方針に関して、平野と騎士の間に、温度差、ができているように見えると話す。キングプリンス時代、騎士さんは、ザ、鉄腕、ダッシュ。 日本テレビ系や VS 魂グラデーション、フジテレビ系などのバラエティ番組に出演していました。ですが、新天地ではバラエティの仕事に対して消極的な姿勢を示しているそうです。グループ脱退発表の際、岸さんはドラマやバラエティ番組に出ながら、海外で通用するスキルを身につけることを同時にやる器用さがなかった、と明かしていました。 ナンバーアンダーバーアイでは音楽活動に集中したいのでしょう。平野さんも同じスタンスだと思っていましたが、最近の彼はテレビの仕事に意欲を見せているようです。実際、アーティスト路線を貫く騎士に対して、平野は本格的にテレビ復帰する兆候が見える。7月11日発売の女性セブンで、 平野が2025年秋クールの TBS 系連続ドラマで主演を務めることが内定していると報じられたのだ。女性セブンによれば、平野さんの方から TBS に逆オファーしたといいます。記事の通りであれば、平野さんが今回の MC の仕事も含めて、岸さんと神宮寺さんを置き去りにしている印象を受けます。これまで、ナンバーアンダーバー愛は音楽番組に出演することはあっても、 バラエティ番組には出ず、アーティスト活動に特化していました。もちろん、個人の仕事も大切ですが、自分だけテレビの仕事を獲得する平野さんと他の2人で、チームワークが乱れないか心配ですね。前で、芸能プロ関係者、平野だけ、気がつきゃトップ独走、状態にならないといいけれど。